はい、皆さんこんにちは、フラワーアーティストシンです。暑い日をね、想定して2回夏用マスクを作ってきました。で、実際にね、こう暑い日になってみてですね、実際に僕がその作ったマスクをつけて検証したところ、僕が思ってたこととちょっとね違うということが分かってきました。そのあたりをね、今日はねお話ししていきます。今まで作った中で、この西村大臣風の 3D マスクですね、こちらの 3D マスク、こちらのマスクが多分ね最高峰に涼しいんです。これはね、いろんなマスクをプリーツもつけてみましたし、この 3D マスクもつけてみましたし、この前の 3D マスクもつけてみましたが、この前回作ったこの 3D マスクが一番涼しいです。で、これにね、ハッカ油をスプレーするとか、あとは口臭スプレーをね、スプレーするとかっていう話はしましたが、実際あれはね、スースーしますけど、何ですかね、この暑い日の、この暑い、涼しいって、実際にこのマスクの付け心地に問題があることが分かったんです。はい、これね、これ市販でよく出てる普通のペーパーマスクですね。これつけるじゃないですか、こうやって。これね、結構ゴワゴワしてつけ心地がなんか悪いんですよね。この肌に当たる感覚っていうか、それがね、暑さと関係しているということがね、すごくよくわかりました。で、この僕が作った西村大臣風 3D マスクはですね、これワイプオールの7字を使ってるんですが、もうね、つけた時の感覚が全然違うんです。もう熱くもないし、もう肌触りがもうすごく良くて、なんかこう、こっちのマスクだと、もうなんかすぐこう外したくなるじゃないですか。僕だけかもしれないですけど、僕ね、すぐ外したくなっちゃうんですよ、これ。ですけど、こっちのマスクはそうならないんですよね、本当に。すごく肌触りがいいです、本当に。なので、なんかね、暑さって、その清涼感、なんかスースーするとかね、そういうことではなくて、この肌触りがすごい暑さと関係してるんだなっていうのは分かりました。あと、やはりここのね、ところに出る、立体マスクの、この隙間ですね。隙間が、やっぱり暑さと関係してると思います。これだと隙間が空くので、とってもね、なんでしょうね。息もしやすいし、肌触りもいいし、すごく最高なんですよ。はい。で、あとね、もう一つ、これね、こういう、これを作るときにワイプオールを最初にカットするとこういう切れ端が出るんですよね。それをね、ここに、マスクのここにこうやってね、つけて、こうつけるとフィルター効果が上がりますよっていう話をしましたね。要するに、こうするとフィルター効果も上がるんですけど、またここのフィルターだけね、変えてあげれば、このマスクね、数日は使えると思います。そしてですね、実はこのペーパーあるじゃないですか。このペーパーを冷蔵庫に入れとくんですよ。少し冷蔵庫入れといて、ここにこう入れてつけるとものすごくこうひんやりして気持ちいいんですね。最初冷たすぎるぐらいなんですけど、ほんと冷たくて気持ちいいです。ただもうずっと長い時間はね、もちろんすぐに温まってしまいますけれども、そういう意味でね、そういう清涼感っていうのはまたね、すごく暑いところに出るときとかはいいと思います。あとさっきちょっとやってみたんですけど、これをね、軽く水で濡らしてよく絞ってここに入れると、やっぱそれもね、ちょっとこう
ひんやり冷たくて気持ちが良かったです。なのでこのね 3D マスク、いろいろとね夏用のマスクのことを考えて想定して2回作りましたけど、まあ、実際この最後に作ったこのマスクは、まあ、このまんまでもスプレーとかね、発火油をつけたりとか、口臭スプレーをしなくてもそのまんまでも清涼感あることが分かりました。もちろんね発火とかつけるとそれプラススースー感はあるんですよ。すごくスースー感はあるんですけど、まあ特にね、まあそれをしなくても僕はね、ここのところすごく暑い日や夏日が続いてるんですけど、その夏日もこのマスクだと乗り越えられることが分かりました。ただ一つ、このマスクを作る上で一点ね、すごいこう改良点っていうのを見つけましたので、2点改良点を見つけましたので、その2点改良したマスクの作り方を、この後次の動画で紹介したいと思います。なのでその動画をね、皆さんまた作りやすくなると思いますので、楽しみに待っていてください。もうすぐ上がります。この後すぐ撮りますので、はい。今日はねだからこのマスクっていうかこのね夏マスクの、作り方っていうか使い方で想定してたのと結構違うなっていうところが見つかったので、ちょっとこれを皆さんにねお知らせしたいと思いました。このマスクで十分です。もうほんとスプレーとかもいりません。でさっき言ったようにまとめで言いますと、この切れ端のこれを冷蔵庫入れといて、暑い日はねここに入れてあげると、まあ、フィルター効果も上がるし清涼感も上がるし、いいよという話です。はい。ではですね、皆さんぜひこのマスクの作り方で夏をしのいでください。改良版はもう一個出しますけど、改良版はよりねこの作りやすくなると思います。この折り込みがしやすくなると思いますけれど、このタイプでももうすでにね全然涼しいです。なのでぜひ作ってみてください。この作り方はこの動画の説明欄に入れておきますし、ここのねカードのところに今出るようにしておきます。はい。では皆さん、暑い日が続きますけれども乗り越えていきましょう。ではまた次の改訂版でお会いしましょう。 See you next time。 あとですね、皆さん、この動画がいいなと思った方はグッドボタンよろしくお願いします。あとですね、ぜひね、どんどんこうチャンネル登録者が増えて、とってもね、励みになってます。なので、ぜひチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた。ありがとうございました。